町田ヘッドコーチ代行です。本日のゲームの総括をお願いいたします。そうですね、ディフェンスのところでとにかく、自分たちの、プライドを見せようっていう話をして臨んだ中で、相手チーム、渋谷さんに本当、どこまで食い下がれるかっていうところだったんですけど、64点に結果を抑えることができたっていうところが本当に勝因だと思いますし、そこをしっかり遂行してくれた選手たちは本当に素晴らしかったと今日思ってます。前半はチェイス・フィーラー選手で、後半はインサイドでスコット選手、それぞれ2人の外国籍選手が非常に献身的な働きしたのがこの勝利に大きな要因があったと思うんですけど、2人のこう活躍ぶり、改めて評価してもらっていいですか？そうですね、本当にチェイスは前半、なかなか点数が伸び悩んでいた中で、ピックアンドロールから、彼のやっぱシュート力が本当に生きた、生かしてくれたので、それが今日も康介がいないっていう中で、チェイスが4番ポジションでプレーする時間が、これまで以上に長かったんですけど、でもそこで本当に自分のパフォーマンス出してくれて、彼にとってもいいそのゲームになったと思うし、チームとしても本当助かりましたね。スコットに関し女子に関してはこれが本当、助手の働きだなと思うんですけど、単純なポストプレーもそうですし、でもやっぱりリバウンドのところで、本当、最後の局面、彼のおかげで自分たちのポゼッションを守れてたんで、素晴らしいパフォーマンスだったと思います。前半の最後の、渋谷のポジションで、ブレックスが1点している中で、残り10秒ぐらいで石井選手が持って、荒谷選手が最後ファールで止めて3秒ぐらいになって、最終的に相手の攻撃外れてっていう感じだったんですけど、その前にタイムアウト取られて、あれタイムアウトが残ってなかったらもうグレートな判断だったと思うんですけど、あれタイムアウトがあってもやっぱああやって時間削って、あそこでファールして、ファール有効に使ってっていうのは正しい判断だって感じですか？そうですね、やっぱり自分たちの、相手のそもそもやっぱやりたいことを切らなきゃいけないっていうのが前提としてあるので、それが判断として正しかったかどうかっていうのは、なかなかちょっとあれは正解でしたっていうふうに、言うのはもう結果論になっちゃうんですけど、ただそこでしっかりファールを使ったりとか、そういうその自分たちのやるべきことをやれたっていうこと自体が良かったと思います。チームで最年少の荒谷選手がああいうところでしっかり判断をしたっていうのは、彼が成長したっていうところなのか、それともああいうことができるようになったから今試合に出れてるんだよって捉えたらいいか、どういうふうに考えたらいいですか？両方じゃないですかね。もちろん成長したからあれができるようになったし、できるようになったからやっぱり今のチャンスを掴んでるし、その両側面があると思いますね。すごくゲームに入っていけるようになってて、ゲームの理解、中身を理解しながら、プレイしてくれてたので、そこは単純に彼の成長だと思ってもらっていいと思います。なんか最後1点だけ、今日も途中で交代する選手がいるときなんかは、こう田臥選手がかなりその選手にアドバイスをやって、こうアシスタントコーチ的な感じで、町田さんはもう試合のことに、プレーのことに集中してるみたいな、そういうバランスがすごくうまくできてたような感じがあったんですけど、それはもう彼にこう試合前から頼んでおいて、そういうふうにやってくれみたいな、今、状況だからみたいな感じだったんですか？いや、頼んだことはないです、一つも。頼んだことはないんですけど、いや、むしろ田臥選手もそうですし、渡辺選手もかなり僕の方にもコミュニケーション取ってきてくれたりとか、選手に対して、ベンチにいる選手に対してコミュニケーション取ってくれたりとか、常にポジティブな言葉がけをチームにしてくれたりとか、それはもうゲーム前からやっぱそういうマインドでいかないと、こういう苦しい状況なんで乗り切れないっていうふうに僕らの中ではっきり、してた。ただそれだけです。それを各個人の考えのもとに動いてたっていう。だから本当素晴らしい選手に僕は恵まれたなっていうふうに思いますね。こうした試合を勝利して、ヒーローインタビューでの見上げた感情だったのか、改めて伺ってもいいですか？いや、なんていうんですかね、隣にいる田臥さんからも、よくやって、
すごかったよっていうふうに言ってもらえたりとか、まあ、なんていうんですかね、もう選手の側からのサポートをずっと受けて、で、まあ、GM の鎌田さんも声かけてくれたりとか、まあ、他のチームスタッフもずっといろんな、まあ、普段やらないような仕事も逆にしてくれたりとか、もうそれで戦ってたので、まあ、ちょっと今も思い出したらあれですけど、はい、いいチームだなと思いますね。すみません。チームですね。本当にチームで勝った勝利ということで。そうですね。はい、ありがとうございます。まず勝利おめでとうございます。ありがとうございます。直近の試合で、ターンオーバーの多さっていうところを反省点に挙げられていて、で今日の試合も立ち上がりのところはターンオーバーで相手に流れを持っていかれる場面が多かったと思うんですけれども、その後数がどんどん減っていって自分たちの流れに。どんなことをこうチームに来て働きかけたりだったんでしょうか。そうですね、ここ最近の、僕らの傾向にあったのが、そのやっぱターンオーバーが出る時っていうのはまずスペーシングが悪い、それぞれ出てる5人の距離感が良くなくてディフェンスが守りやすい、中でプレーをしてしまってパスミスをしてしまったりとかっていうことがあったのが一つと、あとはまあタイミングとかですね、やっぱりそのお互いじゃあまあスクリーンかけ合う中でのそのユーザーとスクリーナーのタイミングとか、まあそういうちょっとしたずれというか、そこを慌ててしまってターンオーバーになったりっていうことがあったので、後半まあ少し話をまあみんなで確認したのは、まあそのスペーシングとタイミングのところをしっかりやろうっていう話はして、まあそれまあそのせいかわかんないですけど、でもみんな落ち着いて、後半は対処できてたのかなっていうふうに思います。まあ試合はギリギリまで、まあ2点差で競った試合だったと思うんですけれども、最終その4点差で、勝利できた、この勝敗分けたポイントっていうのはやっぱりスコット選手のリバウンドも含めて。これなかなか多分数字に出てないところなんですけど、いやもちろんその最終局面で、ジョシュがリバウンド取ってくれてポジション守れてっていうのはありましたけど、そのガード陣も今回かなりリバウンドに参加してるんですよね。まあ要するに相手が攻めているところの外れたシュートを取るために、結果ジョシュだったりが取ってる、チェイスだったりが取ってるっていうのはあるんですけど、そこにこう絡んでいってガード陣が弾き出したりとか、そういう本当献身的な働きかけがずっとあったから、まあリバウンドで44本、で相手が33本っていうのはもうチームとしての遂行力だったと思います。それが勝因だと思ってもいいと思います。はい、では町田コーチの予定は以上とさせていただきます。はい、ありがとうございました。